うちに来ていただくと、やはりやっぱり資格を持ちたいって、資格を取りたいって方もいっぱいいらっしゃると思う。ただそれに伴ってそのお休みして取りに行くってことに対して金銭的なものとかもあると思うんですね。なのでそういうところは本当に欲のある方には補助してあげたい。で、今までそれで資格取った方何人もいらっしゃし、実際今それで働いてくれてますので、お子さんがいるから夏休みだから仕事に来れないっていう場合もあると思うんですが、お子さん置いてね、まあ、来るのも私もそういう立場もあったので一時。なのでそういう時にはお子さん連れでも、うん、全然うちとしてはお仕事来てもらってもいいし、あと学校行事とかにも気楽に行ってほしいんですよ。だから多分そういうのは皆さん、うちのそこは自慢です。うちの職員一同そういうところはすごく柔軟にみんなで協力してくれるので、なので休みは非常に取りやすいかと思います。本当に技術とか知識、まあ、知識ですよね、まあ、いいんですよ。二の次で本当にこの仕事が好きでやってみたい、まあ、でもまだやったことないけどやってみたい、そういう方でもいいんです。本当にこう何でしょう、こうチャレンジしたいとか、で前の職場でいろいろあったけどもう一回介護職に戻りたいとか、そういう方も全然私的にはここで頑張ってくれればいいと思ってますので、はい、協調性があったりとか、やっぱりこういう高齢者の仕事が好きだって、うん、その2点で私はいいかなと思ってます。あとは続く続かないはね、しょうがないと思うんですが、できる限りそういうその方が続けていただけるように頑張って私も、うん、対応していければと思うんですが。